はい、こんにちは。ではちょっと、時間が結構経ったんですけども、中谷選手とロマチェンコ戦どう感じました？まあやっぱ強かったですよ。まあでもね、俺は5ラウンドぐらいまでは中谷選手、それはポイントは取られてるし、すごい厳しい戦い方だったけど、でも食らいついてたと思うよ、うんうん、ただまあこの後で数字でも出てきたけど、ジャブが本当足んなかったよね、ジャブをもっと当てたかったよね、多分体の上とかにと思うよ。ジャブを体に当てたりすることによって、そのなんていうの、そのジャブっていうのは相手にダメージを与えるジャブもあればさ、ジャブを打つことによってジャブの引き際に相手が入ってくるところ、相手が入ってくるからそこにボディを合わせるとかさ、そのさ、ジャブを打ち込むことによって相手のタイミングで入ってこさせるっていうよりも、自分がジャブを打つことによって相手が入ってくるタイミングを自分が作る、ジャブで、だから右を合わせるとかさ、例えばだけど、まあ、試合のハイライトの映像を見てもらえば分かると思うんだけどさ、例えば伊藤将暉がジャブを打つ、それに対して細川バレンタインが例えば合わせてくる、それを避けて伊藤が左右ストレートを打ち込む、細川バレンタインからしてみればあのジャブに対して右をクロスさせようと思ってたのかもしれないけど、伊藤はそこにクロスをしてきても盛らないポジションを取りながらそこにカウンターを合わせる準備をするっていう、だからジャブをビシビシロマチェンコの顔面に当てようっていうつもりじゃなくね、そのただロマチェンコ入ってくんだから絶対に、そのタイミングを自分が作るためにジャブを打っていくっていうのだったと思うんだけどね。試合を見て中谷選手はどうしようとしてたっていう風に見えた。でもやっぱ入ってくるところを迎え撃つっていう形じゃないかなと思うけどね。あとはもうボディで迎え撃つっていう、まあ、だからそんなシンプルなことだったと思うんだけど、だから入ってくると右アッパー突き上げたりとかさ、で実際4ラウンドぐらいとかちょっと嫌がってたような素振りも見えたけどね。なんかボディに突き刺さったタイミングとかはそう思ったかな。あったよね、うんうん、ちょっとガードこうやってやったりもしてたじゃん、うん、でもまあロマチェンコは全くトランクス上げてないよね。へそより下で彼とは違うんですよ、レオガメスのこと、うん、動けないのかもしれないよ、あのロマチェンコの動きは、トランクス上げちゃうと。あ、そういうことじゃない？いや、わかんない。あんだけ中谷選手の方がリーチあんのにさ、うん、なんであんな左ストレート入んのロマチェンコ。まあでもまあ一つさ、あのこれがやっぱり中谷君も自分のボクシングやったと思うんだよね、相手がロマチェンコだからってさ、そのなんて言うんだろう、この試合に向けてこのロマチェンコ仕様の中谷正義っていうよりも、やっぱり今まで自分がやってきたボクシング、っていうもので、戦ってるっていうかさ、でやっぱり打って止める気持ちが強いわけだよ、もうロマチェンコに対して逃げ、要するにサボコなんて気もないし、打って止めると、迎え撃つと、パンチもらうことも厭わない、で入ってきたら迎え撃つっていうスタイルになればなるほどさ、やっぱちょっと顔が前に来るっていうかさ、なんか前傾姿勢、そう前傾姿勢を取るわけじゃん、打てるように、まあ基本的に前傾姿勢取るんだよ攻撃的な選手ってのは。でも村田さんの動画見た？見てない見てない。村田さんは中谷はこう前傾姿勢になった、なって顔が低くなった時めちゃめちゃ良くなるみたいなこと言ってた。だから姿勢なんだよね、攻撃的な姿勢っていうか、なんて言うんだろう、パンチってさ、これ分かんないよ、俺これ今ただふと思っただけ、パンチ打つ時ってこっからパンチって打てないんだよ、こっからパンチって打たないで、やっぱパンチ打つときっていうのはちょっとこう顔がちょっとこうなるわけじゃん、左フック打つときもちょっと顔が前に出るっていうかさ、だから最初から顔そこに入れとくみたいな、そこに入れとけばバチンって右出すだけみたいな、その要するに強烈なパンチを打つときの姿勢、最後の姿勢をもう最初からつく、ごめん最後の姿勢じゃないんだけど、ちょっと顔を入れとくことによって、まあ、大げさに言ったらここからパンチ打つよりもさ、
こっからパンチ打った方が早いじゃん、うん、だからもうやっぱ顔をここに置いとけば圧もかけれるし、相手に対してね、まあちょっと状態を起こすときはもう自分が余計な被弾をしないでさ、例えばポイントアウトするときとか、そういうなんて言うんだろう、使い分けっていうのはあるのかもしれないけど、ただ大一番の勝負だからね、ロマチェンコに対して打って止めようと思ってるからね、だからああいう形になるんだと思うけど、それはロマチェンコのようなああいうストーンと打ってくる左ストレートを被弾する可能性ってのはそれは出てくるんじゃない。あのダウンシーンやばいだろ、中谷君の1回目のあのそうクリンチギアの、あれやばくね、あれね、うちの娘もできんだよあれ。どういうこと。いやいやいや、抱っこするじゃん、俺に抱っこされるの嫌がるから、ああやって身を翻してすり抜けていく、動物の本能的な体の使い方なのかもしれない。犬とか猫もちょっと抜くじゃんこうやって、うわーって言いながらさ、うちの娘なんかはさ、それでさって抜けていくからね。ちっちゃい時はみんなできるけど、大人になるにつれできなくなる。そう、力に行くわけじゃん。そのジャブをヘッドスリップしながら避けるっていうのはさ、うん、もうめちゃめちゃすげえと思うんだけど、うん、けどなんとなく分かるわけよ、ここまでできるようになるんだろうねみたいな、うん、それをスローモーションで見た時にさ、うん、中谷さんのジャブが本当にもう完全に腕が伸びきった時にさ、うん、もう左右に入ってるわけじゃん、体ごとね。そう、うん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 、意味は分かんない。いやだからもうあれはパンチが打つ前からパンチが来ること分かってなきゃできないことだよね、うん、例えばレスリングとかにしてもそうだし、ロマチェンコがサンバやってたわけでしょ、まあ、その俺も遊びでね、友達とレスリングやったり、例えば相撲やったり組み合わせやったりすると、はい、でその時っていうのはこうやって組んでっから目で見えないんだよ、ものが、うん、目で見えないけれども体と体の触れ合ってるところで全部情報を取っていくわけで、うん、こうやって体と体触れ合いながら相手がどこに力入れてるのかとか、どこで支えてるのかとかさ、組みながら感じるわけだよ、力の流れみたいな流れを。ちょうど昨日テレビでやってたけど、阿部一二三選手っていう柔道の、日本代表かな、オリンピック出る選手で、この選手がこうやって背負い投げをしようとガッて掴んだ、その瞬間相手選手はこう体が持ってかれるのを防ぐために後ろ足に例えば踏ん張ると、後ろ足踏ん張ることによって多分軸がこうなる、そうなった瞬間に逆にそのままその後ろ足を払って押し倒してさ一本取る。だからその自分がこう動くよこう動くっていうのをお互いやり合いながらさ感じてるわけだよ。で俺はねこれ遊びでやってて思ったんだけど、この触れ合ってるのってこの距離でも一緒だと思ったんだよ。やってること一緒、触れてなくても俺は遊びだからね、これ会員さんと遊びでやってるだけだから、こうやって今までと発想が違うわけよ。なんでかって俺勝敗とかどうでもいいから別に、遊びで実験としてやってたらここでやってたこの情報の交換っていうの実はここでも同じなんだなと思ってさ、まあ、どこを見るかって厳密にはさ俺も言葉にはできないんだけど、あんまりうまくロマチェンコは何を見てんのか、だからあのパンチだってそこまで入れるんだと思うよ。あそうだな、だってあのロマチェンコのバックステップするじゃん、バババババってプレッシャーかけてプレッシャーかけてプレッシャーかけてった時に、相手がプレッシャーかけられた選手が最後自分を身を守るために何をするかって言った時に頭を前に出す、腰をグッと下ろすとかさ、頭を前に出す、もうそれが分かってるから、もう頭を前に出そうとした瞬間にバックステップしてもう左やっぱ打つ準備するとかさ、まあそれはだから予測っていうのも当然あると思うんだけども、まあ人間こういう風にやってったら人間はこういう動きを反射的にするっていうかさ、ボクシングのセオリーとかそういうことではなくて、ボクシングのトレーニングはみんなやってて、その中でいろんな動きを強制してやってるんだけど、でも一つ一つの反応っていうのはやっぱり人間としての反応っていうのがあるからさ、トップクラスの選手っていうのはまあそうなんだと思うよ。でも、まあ、その井上選手がフェイントかけてダスマリナスがどんどん崩れてったみたいな、うん、結局は姿勢の取り合いなんだよ、究極的に言ったら。多分姿勢が崩れた方が負ける。だからそれこそまあある意味ロマチェンコのあのパターンにもう5ラウンドぐらいから中谷君も落ちていったよね、崩されて背中回られてっていうさ、なんか過剰反応していっちゃう。そう、もうやっぱ反応しちゃうよそりゃ、特にあのいきなり飛び込んでる左するとね、ああいうのがあると余計反応するでしょ。だって反応しなかったらもらわなくなって、
でもなんか聞いてるとさ、結局のところなんかボクシングとか空手とか柔道とかレスリングもサンボもなんか全部同じなのかなって思うね、本質。いやだからもうその1対1の原理原則っていうのは一緒なんじゃない、どの格闘技も向かい合った時の。それこそ武器を持っちゃっててもそうだと思う。でもロマチェンコあれ9ラウンドだっけ、うん、そのうち7ラウンドぐらいはラスト10秒自分のコーナーに帰ってて、トントンって表示器が鳴ったらこうやってフェイントかけて中谷君が打ってこないようにやしといてさ、もう何もしてなかった。へえ、それは気づかなかった。休憩してたもん、1分10秒休憩してたからまあもうポイントも取ってるしってことじゃない。まあでもこれで来てたよね、テオヒモロペスのお父さん、うん、最初クレイジーケンバンだかと思ったけど、あの人なんかロマチェンコでも再戦っていうしないようにはなってるよね。やる気あるのロペス。でもお父さんなんかやるみたいなこと言ってたんじゃないの。あ、そうなの。いやでもなんかあれ見ちゃうとね。でもなんかあれだね、今回初めてその、まあ、中谷正義がロマチェンコと戦うってことでさ、なんかロマチェンコを敵として見てた。確かに今まではあロマチェンコだって言ってさ、うん、なんかどっちかっつうとロマチェンコ寄りで見るじゃん、はいはい、どうやってロマチェンコに を攻略すればいいんだっていう感じで見てたよね、うん、いやだからまあでもいつもロマチェンコのパフォーマンスを楽しんでただけだろ。そう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 。でもロマチェンコやっぱ強いなっていう感じでね最後見てたよね。こいつやっぱやべえまあでも本当にでもあれだよね、中谷正義選手も復帰するって言ってるよね、うん、またもう日本でやることはないと思うよ、うん、もうアメリカでね。まあでもあそこら辺のまあ中心人物なのか、やっぱりでもやっぱりもう一回それこそ本当に世界タイトルとかそういうのに行くにはやっぱりまたもう一山越えなきゃいけないんだと思う、うん、あのルーク・キャンベルの名前出してたけどさ、もうなんかありそうだよねちょっと。ああなるほどね、なるほどね。やっぱそのあの今のライト級のスターにちょっと惜しくも及ばない選手たちをクリアして。そうだね、だからもう一回そういう山っていうのはエムデ補給の山を挑む機会はあるだろうからね。まあだからちょっとまあまあ楽しみはまだ続きますよ、もちろんそこでは、ね。